やあ、レディ。来てくれてありがとう。大丈夫。全然待ってないよ。むしろ、レディを持って待つ時間なら、いくらあっても足りないくらいさ。今日の君は、一段と素敵だね。可愛らしいリップの色は、キスのおねだりって受け取ってもいいのかな？なんてね。君と一緒に誕生日を過ごせるなんて、始まる前から最高の一日が約束されているってことだからね。こうして話しているだけでも幸せだよ。君にも俺と同じようにハッピーな気持ちを感じてほしいと思ってる。日頃の感謝も込めて愛を返すから覚悟してて。さ、着いたよ。まだまだ話し足りないけど、幸い時間はたっぷりある。どうぞ、お姫様。特別な日の始まりだ。子供の頃もこういう船の上でのパーティーに来たことがあったよ。いつもとは違う地面の感覚に少しそわそわしたりしてね。ここが君のための特等席だよ、レディ。そうだ、ちょっと待ってて。うん、これがいい。君には可憐な花がよく似合う。部屋いっぱいにあふれるくらいの花束でも、君への気持ちには足りないくらいだけどね。気に入ってくれたのかい？よかった。もっとその可愛い笑顔を俺に見せてほしいな。まずは何を飲もうか。食事を堪能した後はろうそくの火を吹き消してケーキを分けよう。このパーティーを一緒に楽しみ尽くそうね。今日はありがとう。君を全力で楽しませるつもりだったのに、結局俺の方がもらうばかりの一日になっちゃったね。何もあげてない？そんなことないよ。君が俺を見つめてくれる視線にも、俺の名前を呼ぶ声からも、君の愛を感じるから。でももう一つだけ君からもらいたいものがあるんだ。わがままを言ってもいい。君が欲しい。夜が明けるまで二人きりで語り合いたいんだ。君にはつい甘えたくなっちゃうみたい。これからも俺の願いを聞いてくれる？君の気持ちも俺に教えて。ずっと離れないで俺のそばにいてね。